小屋大鳥は中華民国の政治家、実業家。字は秀松。1912年、国立北京法制専門学校を卒業し、後に北京政府で教育部主事私学を歴任した。1923年4月から翌年8月まで、厚生省教育庁長調処理を務めている。その後、私立中国大学、私立河北大学、 国立北平大学農学院、警官高等学校で教授を歴任した。また、市を務む学校で教育長兼校長代理も、務めている。1931年2月より、陳太夫市政府秘書長に任ぜられた。日中戦争勃発後、小屋大鳥は、三島省政府院兼秘書長に任ぜられ、省政府主席の陳大鳥列に随従した。まもなく、小は、 国民政府軍事委員会国防最高会議第1、所所長に転じている。1940年10月、厚生省政府委員に任せられ、翌年1月には、同省政府秘書長に就任した。戦後は、軍事委員会東北行長江秘書長、立法院立法委員を歴任している。1948年4月、横領元の公認として、 厚生省政府主席に起用されたが、翌年1月に早くも辞任し、5月には香港へ移った。1950年秋に小屋大鳥は台湾に移り、相当府国策顧問に任ぜられた。翌年春、広次大企業講師当事長となっている。1962年12月29日、台北市にて病没。去年77、ありがとうございます。